ここにいるよ。記憶を完全に取り戻した。真実を話すことはできる。だがまずは君自身の目で全てを見てほしい。ああ、僕から話を聞くよりもそっちの方が理解しやすいだろう。ずっと僕のメモリーチップを見てみたいと言っていたろう。今がその時だ。挿入用のポートは左耳の後ろにある。あのリカバリーツールを使ってそこに接続すれば僕のチップに記録された内容を見ることができるだろう。怖がらなくていい。ああ、僕はシーランだ。ただ厳密に言えば人間のシーランとは言えないかもしれない。このメモリーチップはただのバックアップだ。長いコールドスリープで脳が損傷したり、記憶を失って自分の使命を忘れた時のためのね。ここには秘密と真実が記されている。これはまだ表面的な記憶だ。本当に見せたいものは奥の方にロックされている。パスワードは君の名前だ。Thank you.
この計画の名称はコード・イグニス。記憶を失い、その記憶も二度と戻らない可能性があるとエドワーズ博士が言っていた。目を覚ましたとしても、誰もこの計画のことを覚えていない可能性もある。だから僕は、未来の自分のためにこの映像を残すことにした。シーラン 04D4711改造手術を受ける前に、君に言い残しておきたいことがある。長いコールドスリープから目覚めた時、どんな変容を目の当たりにしても、何が起ころうとも、地球上に残されたのが自分一人だったとしても、諦めるな。最後まで生き延びて、灯火となれ。忘れるな。君が心から愛した人は必ず星々を渡って戻ってきてくれる。何があっても待ち続けるんだ。